プルグーンアンマプルグンアンマは、サッカー、韓国代表の公式サポーター集団の名称である。現在は、サッカー、韓国代表の愛称としても用いられている。サポーター集団は1995年12月に、大韓国サポータークラブとして設立された。現在の名称である、プルグーンアンマは1983年に開催された1983。 フィファワールドユース選手権において4位に入った韓国代表に対し、韓国代表のユニフォームが赤であったことから、国際メディアが韓国代表とそのサポーターに対して赤の劇場という名で呼んだところ、これが韓国で翻訳されてプルグーンアンマとなったことに由来する。プルグーンアンマは1997年にサポーター集団の公式名称として認定された。 私有プルグンアンマのマスコットは私有天皇である。私有は古代中国と朝鮮の歴史に出てくる伝説上の神で、韓国の民話では私有はトッケビの話の一部として登場する。私有天皇は勝利と過護の象徴として知られており、トッケビのようなトレードマークはこれにあやかって定められたものである。会員資格は韓国代表を支援するものすべてに与えられるが、 韓国代表の試合中に赤い服を着てを応援するもののみがプルグーンアンマと認められる。公式サイトではプルグーンアンマの多くの活動や活動呼びかけが行われている。本部はソウルにあるが韓国の主要都市の多くにプルグーンアンマの支部がある。プルグーンアンマの主な活動は代表チームの応援である。プルグーンアンマの応援は組織的で劇場を前面に出す点が 特徴的であり、プルグーン・アンマは代表チームの12番目の選手と呼ばれている。最も一般的な応援の仕方は、と叫んだ後5回連続で手を叩く方式である。手拍子は通常韓国の太鼓である、プクもしくはチアスティックを叩く音に合わせて行われる。サポーターは韓国の伝統音楽であるアリランも歌うことが多く、自国開催の FIFA フフワールドカップに向けて、 多くの歌が作成された。応援は、スタジアムや映画館などで行われ、また巨大スクリーンがある、公共広場などの前でも応援が行われる。ホームゲームにおいては、プルグーンアンマは通常スタジアム北側のゴール裏に陣取る。熱心なメンバーは、アウェーの試合においても仲間を募り応援に出かける。サポーターは、韓国代表と同じ赤い服を着る。 悪魔の角の模造品などの装飾品をつけて応援するスタイルも人気がある。2013年7月28日の東アジアカップ男子日韓戦で試合前、アンジューコンの肖像画や歴史を忘れた民族に未来はないと書かれた巨大な横断幕を掲げ論争となった。ありがとうございます。